まあまあな振動だこれ。付け方すら分かんないんですけどこれ。あああああ FEC チューンド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 。どうも森光です。大河です。二人合わせて金ぴらごぼうです。よろしくお願いします。大河、何あの結婚の挨拶ってめちゃめちゃ緊張しそうじゃん。ああまあなの娘さんを僕にくださいってやつな。ああそうそう、緊張するはずな。ちょっともしものために練習していい？あ分かった分かった。じゃあ俺あの親父役やるから、はいはい、挨拶しに来たらいいっす。あ分かった分かった、うん、あの娘さんを僕にください。はい、うちの娘は72のばあさんですけども、よろしいのでしょうか？よろしくないです。結婚指輪の代わりに新しい入れ歯をはめてやってください。いや嫌だよ。っていうか72歳で話進めんな。毎朝5時に起きてからに寒風摩擦バーやるのが習慣になってますので、ご一緒にお願いします。いや5時起きはきついよ、死に嫌だ。してからに何を隠そう、ばあさんに見えますけども実はじいさんになってますから、うん、いや男、うん、いや男は違うでしょ。あの髪の長い、うん、強手頃の多いおじいになってますから。髪質知らんから。してから何を隠そう、うん、ビダルサソン5扱ってますので、シャンプーの種類どうでもいいからさ、うん、買ってあげてください ね買わないです。ドラッグイレブンでから毎日5日も以下のイレブン D に買ってあげてください。イレブン D っていうのはイレブン D よ、うん、年金がすごい入ってるから。いい、待って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 、年金が、え、大河、あれでガチャ回す快感からあれしないって。何の話だ、すごい、何の話だガチャは。私が手塩にかけた秀夫のこと、クリカラムユタサロゴトウニゲーサビラ。全然話聞かんやし、もういいよ。どうもありがとうございました。キラキラ光るお空の星よ。FM 技能 FEC チューンド、金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ、生放送でお届けしております、はい、111回目になっております。おー111、111ゾロ目、ゾロ目でございます。すげー、なんか100回目よりもなんか嬉しくない？アニバーサリー感もありますね、うん、しかも何といっても、はい、8月31日ですから今日は。ほう、うん、今日野菜の日です。待って待って、はい、何といってもの意味が分からなかった。何といっても今日野菜の日ですからね。いやいや、ね、夏野菜食べてくださいね。でもタイがあれだよね、何ですか、こう何々の日みたいなの多分全部言えるよね。俺多分全部言えるんじゃないかな、街で全部言えるんじゃない、うん、ほぼ言えると思う。俺が適当に言ってもなんか言えたりする、うん、あ、いや全然いいけど、多分全部いけるよマジ で、 あマジで。金曜日はだからなんなら俺なんかこの、うん、なんかテレビ局のエレベーターに乗って、はいはい、情報がなるわけ、今日は何の日みたいな。金曜日に、うん、匹敵する日はもうほぼいいやん、ね、なるほどね、じゃあ金曜日限定がいい、うん、あ、いやそれ以外もいける、全然いける全然いける。じゃあ1月1日は1月1日は多分あれだな、あの餅つきの日だな。餅つきの日、簡単だと思うけどな。違う、餅つきの日でやっぱりそうなんだ、うん、誰もが思い浮かぶのはマジで、うんうん、他もいける、全然他もいける、うん、全然。じゃあもうなんかこのやっぱり他いろんなやっぱり記念日はあると思うんだけど、はいはいはい、もう全然普通の日でもいい。あ、じゃあもう本当にちょっと食いついてもいい。うん、食いついてもいい。あ、食いついても。3月12日。うん、あ、3月12日ね。うん、多分これは、うん、あの多分祭事の日だねこれ。祭事、ああ、なるほど、ね。祭事の日、いろんな催し物をこう、はい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 、あのをいろんな催し物をなんかピックアップしようって日。うん、なんか。地方のやっぱり、ね、あのフォーカスが当たらない、はいはいはい、やっぱりあの祭事行事があるさね、うん、そういったのを、うん、なんかこのそういった委員会の人が決めてる、はいはい、委員会の人が決めてる、これ意外と、うん、あのないような委員会あるからさ、うん、あ確かにね、そうそうそう、うん、あったりする。これ3月12日でしょ、うん、祭事の日、祭事の日あるある、全然いける、もっと、あ、もっといける。じゃあ8月5日、8月5日は羽合の日。羽合の日作んな、羽合のやつらをピックアップした羽合の日は
これはあのお風呂に入ろうっていう日ね。お風呂の日も別であるんだけども、うん、あこれは羽子のやつもある、うん、そうなんだ。羽子だからお風呂入ろうよっていう日もあるから、ね、そうそうそう、羽子だからお風呂入ろうよ汚れがちの日みたいなね。あでもいいですね、なんか実際にちゃありそうだもんね、うん、羽子の日はあるんじゃないかな、あるんじゃないかな、俺なんか知らないだけでね、はい、いろいろなんかこの申請したら、はい、うん、あの結構作りやすいみたいなので、あそうなんだ、そうそうそう、あ自分で作れるんだ、作れちゃったりするみたいですよ、まあこう教会とかね、はい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 、なんかこのそういった団体があればね、より作りやすいんだろうと思うんですけど、なるほどね、まあ今日もね、はい、そんなこんな言いながら生放送でお届けしておりますが、はい、自己紹介しましょうか、はい、僕たちは沖縄にありますお笑い団体演芸手段 FEC でお笑い芸人やっておりますきんぴらごぼうの金城大河と富川森光校長です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということでね、はい、今日もですね、うん、未来の鍵を握るレディオとスクールオブロック、いや、今までずっと濁してきたのにはっきり言いよったわ。ロックのスペルは LOCK と、わーわーわー、京都の足沢だ、京都の足沢、はい、やっておる、あの独特の笑い方だ ね、あっていう、ね、バルタン星人みたいに笑う人ね、違いますね、はい、まあはい、1時間近くお届けしていきますので、うん、お付き合いよろしくお願いいたします。メールアドレスの方が数字で 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお寄せください。そしてツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ、リスンラジオ等でも同時配信しております。そちらも合わせてお楽しみください。はい、お願いいたします、うん、メッセージテーマはございませんので、はい、気軽にね何でも、送っていただきたいと思いますが、ね、ツイキャスも早速、うん、たくさんコメントいただいております。お、シュプリームさん、はい、こんばんは、モムクルーズです。お、あいいですね、うん、シュプリームさんやっぱりこう下ネタ大好きだから、はいはい、昨日あのリーク、大城リークのね、はいはい、あの夜中にちょこっと箸休めにマツケンさんと一緒にゲストで出させてもらって、ああそうなんだ、あのマツケンさんは他の曲でもほら2時間ぐらい生放送やってるじゃないですか、はいはいはい、でシュプリームさん結構もう僕たちのねいろんなラジオ聞いてくれるわけですよ、うん、はいはい、この FEC の FEC 芸人のやつ聞いてくれて、はい、でそこのラジオ局にもこう結構コメントをしてねくれるらしいんですけど、はいはい、いかんせんそのラジオが夕方の5時7時のラジオでしかも情報番組らしいんですけど、はいはい、シュプリームさんがまあまあな下のコメントをしてくるからこいつやばいよみたいな、うん、いやいい加減にしてるよみたいな、死にやめててから俺このあの各々のシュプリームさんの価値観の違いにびっくりしてしまった、はいはい、めっちゃまあ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 あのタメ口でガンって言ってから、おおすごっ、マツケンさんのね、キャラクターもあるしね、ちょっとキャラクターもありながら、うん、愛もあるからね、うん、はいはいはい、そんな言い方だと思うんですけども、うん、うわこいつめっちゃ言うやしって思ってなんならキャンさんにもなんなら強めに言ってたから、そうなの俺なんかキャンさんさ、うん、なんか 2,3 回ぐらいかな、うん、マツケンさん多分キャンって呼んでシーチャドやんちょ、元氏と間違えてんかキャン元氏と、キャン元氏だな、びっくりしてからさ、うん、あまあまあまあね、まあまあ、愛があるからあの人も愛があっての、はいはい、言い方だと思いますけども僕たちはまあちゃんとシュプリーム3で、はい、あの通させていただきますので今後ともお願いします。お願いします。そうそうそう、リークこいつもやばいやつみたいなこと言うからキャンさんの扱いは各曜日でどうなってるんかなと思って確かにな、うん、まあ、お世話になってますからね、うん、まあ、まあいいと思いますけど、レレチさん、はい、あレレチさんもそうなんですよ、こんばんは、ありがとうございますけども、先週も聞いてくださいました、僕、うんうん、あのレレチさんのラジオのちょっとあの被った時間帯に今日入ったんですけど、あそうなんだ、はいはい、うん、聞いた、ちょっとお話というか挨拶だけさせてもらって、ああなるほど、はい、めちゃめちゃ綺麗な方ですよね。そうだっけ、うん、そうだっけ俺選手そうの、そう強かったな、今な、そう強いだろ俺、同意が強かったな、バニラ足ぐらいだっただろいやいや分からんけど、そうそうね、あそういうことごめんなさい、僕伝わり悪かった、はい、もうす、うん、2人ともお綺麗で、うん、妹さんもめっちゃ可愛いわけ、うん、あそうなんだ、うん、おうすごいだろ、なんで自慢してくんのもう俺のみたいな、いやもう多分俺が見つけたから、違うレジさん、うん、今度妹さんも呼んでからちょっとご飯行きましょう、ご飯なんでよご飯映画館でよく出てくるパスタのお店な、はい、なんだっけ、あカプリチョーザ、カプリチョーザ行きましょう、はいはいはい、名前が出てこなかったカプリチョーザの名前が出てこなかった、カプチョーでやりましょう、行きましょうよ
まあ、今後もよろしくお願いいたします。はい、ありがたいですね。今週聞くの忘れちゃったな、うん、なんかすごい面白いんだよな、なんか、ね、他の人のやっぱラジオ聞くの新鮮でさ、はい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 、まあ、僕なんか芸人だったりとかのをよく、思うで聞くんですけど、うんうん、やっぱこの他の方のラジオお話しするのを聞くとまず新鮮でね、はい、僕なんかやっぱりないものを持って喋ってるから、ね、あこんな観点で話すんだとか、うんうん、あこのコーナーだったりこの言い回しとかいいなとか、はい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 、いい発見になりますので、うん、今後とも発見好きですからね。俺は発見好きですよ。俺すぐ発見しようとするもんな、うん、俺あの草野仁の番組ぐらい発見するから世界不思議も、うん、めっちゃ発見するからマジで相当発見してる。あれ俺発見長い年月かけて、うん、俺だっていつか自分で発見っていう意味の英語を持つディスカバリーチャンネルに出ようと思ってるからすごいな、うん、自分の自分の自分の自分探しさお前をなんかこう追っていくってことカメラがかな働かせや想像あそこはまだ発見できてないわけだ。そこはまだ発見できて、はいはい、まだ全然見通しが立ってないですけどあのタイガ君白いロング耳毛出てるよ。あなるほど、スプリームさんが来てますが、はい、じゃあこれはちょっと一回 CM を挟んで、 はい、お話ししていきたいと思いますので皆さん1時間お付き合いよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは CM です、どうぞ。いや今日は高度などうぞちょっと見せてしまいました、ね、どうぞですね。今日はちょっと和音がすごすぎてから、うん、震えがえげつなかったまあこうやって話すんですけど、はいはい、僕なんか今日はなんかキャンさん の、はい、ヘッドホンイヤホンセレクションをなんかすごい、はい、テーブルの上にバーって広げて、はいはいはい、これはこんなで、うん、これはこんなでって話してる中、なんか今日はじゃあおすすめなんかどれか使っていいよということで、僕森光で気になったイヤホンヘッドホンを使わせてもらってるんですけども、はいはい、うん、僕のやつがこのキャンさんが一番なんかこう音を聞くときに、うん、いい音質で聞けるっていう、いやこのメーカーのこのオーディオテクニカね、はい、僕もこれだな、そうなイヤホン買うんだったら、結構昔からこのメーカー使って、はいはい、まあ、安いやつだけどね僕も。でタイガーのはなんか骨伝導で聞けるっていう、うん、耳にかけて、ね、こうイヤーカフのような形で聞けますよ、ね、うん、それもちょっとじゃあ CM かけて、はい、ヒデノブです。ラジオ名言います。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ FM ギノワン FEC チューン堂金曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオを生放送でお届けしております。はい、ラディオってすごい久々に聞いたよラディオってデーにね、うん、ちっちゃいそうそうそうラディオ、まあ耳にしないもんね、うん、でも俺なんかレディオでしょ、俺なんかラジオの G が、うん、地に点々の G、あそういうことね、そうそうそうラジオ、あなるほど、ね、王様ラジオねこのよくわからないそうよくわからないやつがやるやつわざわざひらがなにしなくてもいいのにひらがなで書いちゃうやつみたいな、まあまあに、うん、雰囲気でね、うん、まあなんか引っかかればいいかなと思って、うん、あそこにもこだわりがあるわけですね。ない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 、俺全然告知の時に、うん、ラジオで G に点々してやるから全然ただでさえ長いしな、うん、長いし、誰だろこんなタイトルつけ頭おかしいだろお前だろやきんぴらごぼう自体長いのに、うん、その後にキンキンピラピラお星様ラジオ長すぎるのこれでもあれだよな、ね、このラジオ名決める時もさ、うん、そのなんか何がいいかみたいな、はい、俺なんからしいやつがいいよねみたいな、まあまあそうやね、そうそうそう、うん、で話して、うん、結局なんかキンキンピラピラ王様ラジオいいんじゃない、うん、みたいなって、キンピラごぼうのって、うん、長いしっていう理由だけでケタケタ笑いながらこんな長いの読みづらいよなって言ってからそんなこんなで111回読んできたわけですからね。いやありがたいですね。いやありがたいです、うん、皆さんに愛されてますが、先ほどね、はい、ツイキャスでシュプリームさんの方からですね、うん、なんかこの僕のね、うん、画面上映ってるやつ耳からなんか白い耳毛みたいの出てるよっていうお話があったんですけども、はい、なんかこれは今日このミキサーやってるキャンさんの、このイヤホンヘッドホンコレクション、はいはい、うん、の中からどれか一つちょっと気になるやつ使っていいよっていうことで、はい、僕と森光が一個ずつ、はいはい、選ばせてもらって、うん、そうそう、違うやつの種類をね、うん、つけてやってるんですけども、うん、森光のやつがこのキャンさんおすすめのすごい、うん、音質がいいやつ、いろんな音を聞けるようの、うん、幅広いやつね、幅広い、はい、いいじゃないですか、うん、このオーディオテクニカがめっちゃいいわけです。オーディオテクニカっていうメーカーですかね、その丸に三角のこうフリーメイソンみたいな、うん、ああはいはい、あ
俺も持ってるやん、安いやつだけど、うん、それのそうそう、だから安いけど、うん、結構音の質がいいというか、で、はいはいはい、で性能もいいんだよね。あ、そうなんだ。俺のやつなんかこの中の方でなんかカラ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 ってなってるんだけど、あ、それ耳になんかもののけ姫とか住んでるもののけとか住んでるやつ住んでるやつなんだ、こだまが住んでるやつな綺麗な森にしかいないやつ耳にすまんだろ大きさどうなってればになるやつで、僕のが、はいはい、だからこの白いやつが、うん、まあ、僕のイヤホン、はいはい、ヘッドホンというかイヤホンで、うん、しかもなんかこの骨伝導、はいはいはい、骨でから響き渡す、うんうん、骨の振動で響いて音が聞こえるらしいんですけど、はい、そうですよ、なんか見た目は本当になんかこう、うん、クリップみたいので挟んで、そうそうそう、まあ、イヤーカフに近いんですかね、うんうん、そんな感じのな、ね、はい、こいつ、うん、洗濯バサミ挟んでるんか、うん、みたいな感じになっちゃってますけどあだからすごいいい、あ、耳の穴自体は塞がってないから、この周りの環境音も聞こえながら、はいはいはい、音も聞こえる。なるほどね。だから音楽とか聴きながらは、うんうん、すごいいいと思う。確かになんかこの外とかで歩きながら聞いてて、そうそうそう、音が聞こえなくて危ないみたいな、うんうん、ジョギングとかですと、ね、ランニングとかするとスポーツする時とかは、うんうん、要はね、周りの環境だったりとかっていうのも把握しながらやるっていう場面にはすごいとっても最適、はいはいはい、いいと思う。ただ、うん、たまにこの、まあ、ラジオとかね、はいはいはい、自分の低い声とか低音ボイスがやると、うん、耳が こそばよくなる。あ、振動が振動できてるから、そうそう、大きい振動の時はね、まあそれもボリューム調整すりゃ、おうおう、まあ、慣れてくるしいいぐらいの調整できると思うんですけどもね、すごいなんか、はいはい、本当に新鮮な感じ。おう、そうそう、病院の待ち時間をおすすめです。あーはー、おー、なるほどね。でもなんかこの検査してんのかなと思わないですかね脈拍測ってるんだな脈拍測るやつもちょうどなんかこう挟むやつですもんね。挟むやつだもんな周りの患者がプンプン、あいつ耳に挟んでるやつ耳に挟んじゃおう、しかも両耳、両耳でプンプンプン、ええ、このプンプンプンの笑い方翼さんやし俺なんかの先輩芸人のプンプンプン笑う演技ができなさすぎてもう逆に下手の方に行くっていうプンプンプンって漫画の表現だもんな笑い方プン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 なんて笑わないよあれれってちゃんとれを2個発音するから、ね、コナン君ぐらいあれれっていうもんな面白いですけどねネタもすごいっすよ、はい、っていう感じで今日はですので、はい、キャンサンセレクションのイヤホン、ヘッドホンで、うん、2人のも聞きながらやってるんですけどもね、はい、あ、今日なんか新規さんいらっしゃいますね。あ、本当だ、中島正春さん、正春さん、あ、正春さん、正春さん、まさはれかな、どっちか、ね、中島さん、中島さん、はい、ありがとうございます。なんか愛知県上の方、ね、上の方の愛知県に住んでます。わざわざ聞いてくださって、ね、何で知ってるんでしょうか、うん、ちょっといろいろ聞きたいですね、はい、ありがとうございます。いいなぁ、いいですね。あ、まやさんも、まやさんも、あざます、松田デトックススプリームさんね、はい、元志くんってキャンって名前だったんだ。そうそう、そうなんですよ、キャン元氏だけど、うん、絶対に違うもんな。なんかな、もう具志堅とかなんかもっとゴリゴリの名前だもんな元氏、うん、でも俺はもうずっとキャンだったから、なんか、そうだね、馴染みもあるかもな、うん、会うのはあるはずね、もっともっと会うのはあると思う、うん、本当に日がとか日がとかの方がまだいいと思うけど、ね、あー、はい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 、なんかね、そんな感じで、うん、ちょっともっと濁点が多いやつ、なんか体もでかいし、うん、ガキや、ガキや、あー、ガキや元氏ねちょっとガキや元氏とは仲良くなりたくないな、なんかちょっといじめっ子な感じがすごいもんな、うん、すいません、ガキや元氏さんがいたら申し訳ない、ね、申し訳ないですけど勝手に妄想で遊んじゃってますので、うん、レリスさんからも追加でコメントと、はい、Y 嬉しいなと、シュプリームさんに、うん、まあ、こちらやり取りですか ね、リスナーさん同士の、はい、ST さんこんばんは、おお、あります、こちらも ST さんも初ですかね、初めてですかね、はい、レレチさんがさっき挨拶したらすごい綺麗なお辞儀しながらお疲れ様ですって言われて笑ったと、いや、綺麗なってどういうこと、トリプルアクセルとかしたんですか相当美術点高いですよ、うん、そうなんだ、角度がすごかったんだろうな、分かんないけども、頭の頂点を見せながらこお疲れ様です新卒の新卒のお辞儀したんだろうな、やったんでしょうね、この桃に、うん、手をポッピシッと添えて
腕もそんな綺麗にやってないと思うけどな。中指は線で。そう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 。ラインの上にこの折り目のラインの上に乗っかって。あ、こんなんあるんだルールが。顎引きながら。お疲れ様です。で、お疲れ様ですって言った後に、ええ、エシャックする。ええ、お疲れじゃなくてお前。腰から。お疲れって言ってる。おーって言ったわ。顎引きながら。お疲れ様です。お疲れって言ってるやつだから。腰から。あ、すごいな。うん、そのお疲れ様ですを今日聞けるということで、はい、いやいやどういうコーナーよ誰にピンポイントあてピンを、ね、あピンスポ当てたコーナー需要あんまりないはずなシプリームさんがオーディオテクニカはもともとステレオのアンプメーカーだからこだわりが、あ、なるほどな、アンプのメーカーなんだ。うーん、ちなみに40周年記念モデルです。あ、僕がつけてるやつですか。なんかちょっと高級感漂う感じあるもんね、うんうんうん、限定な感じがすごいですもん。だから僕いつもシルバーのね、あのヘッドホンつけないんですよ。ヘッドホンってでもつける機会なくない？うん、あ、違う、このラジオ中も。ああ、はいはいはい、あんまり、はいはいはい、ちょっとまあ外してあの聞くときだけ、うん、音楽さんジングルの時とかしかつけないんですけど、はい、今日は久しぶりにつけていいよね、うん、ヘッドホンで聞くっていう。うわ、うん、岡崎だもう。じゃあいや岡崎ではないもはや何人岡崎いるからもはやでもこの、うん、あの耳がすっぽり穴の中に入るスタイルのやつなので、あ、はいはいはい、耳が痛くならないし、ね、あ、なるほどな、圧もなくなるしな、うんうん、いいかも、いいかも、それがいいなと思いますけど。いいね、マヤさんエアロバイクの心拍数測るやつみたいですね。そうそうそう、うん、挟んでからねピッピッって脈拍測るやつ。あ、もこもこ元氏の名字、これ何？これ前徳比嘉っていうもの、これ分かんない見たことあるけどな、前徳比嘉長いしな、これね、うん、ジュゲームぐらい意味わからんもん、これ前徳比嘉そんな長くない。中んだかり戻しね、あー、はいはい、中んだかりいいじゃないですか、シプリームさん。てか本人がいないようにもこ盛り上がるよね、もこもこくんのネタは。とそうなんですね、戻しはだってあのいない時の方が盛り上がるもん ね、元氏の反応が入ったら邪魔になっちゃう。邪魔になっちゃう。そうそうそう。元氏は唯一、うん、本番で面白くない男。昨日もあの平成行きって舞台があって、はいはいはい、スタッフやってたんですけども、うん、本当にリハ、はいはい、リハが一番面白かった。あ、そうなんだ。日の目を見ないんだ。日の目を見ない。うん、だから昨日のやつはなんか比較的、はい、元氏にフューチャーを当てた。はいはい、あれでしたよ。はいはい。そう、なんかバックミュージック。あ、本当だ、流れてる。何これ。何かしらが流れてますけど。おお、すげえ、プロフェッショナル、プロフェッショナルな、元氏くんのテーマソングです。あ、そんなんあったんすか。元氏くんの話が出たら流せるんでしょ。もうなんかなんか大御所の感じがね、そういうそういう系の話しないといけないみたいな、ね、なっちゃいますけど、しない子、うん、しない子、元氏や元氏ね、うん、まあまあまあ面白いやつなんで、またタイミングとかがあったらね、はい、今度またラジオに呼びましょうか、うん、今日こっちに来るときにさ、はいはい、運転してきたんですけど、はいはい、でもタクシー、うん、前タクシーが走って、はいはい、個人タクシーが走って、まあうん、黒いやつ、白いやつ、白いやつ、シルバーのやつ、はい、1664の個人タクシー。結構わかんな、個人情報。でそしたらなんかこの乗ってたまになんかちっちゃい子たちが後ろ向いてこうバイバイ、はいはい、やりますね、して、うんうん、もうあれをなんか運転中で初めてやられてから、はいはいはい、もう結構可愛くてから、うん、でお兄ちゃんと多分 お兄ちゃんが最初バイバイしてきて、はいはいはい、で可愛いなでも、うん、僕もバイバイして、うん、そしたらなんか弟も出てきてから、うん、弟もバイバイみたいな、なんかすごいほんわかした、はい、でも俺、うん、逆に子供がこう後ろ向いてるだけの時とか、うん、自分からバイバイってやるわけよ、うん、そうそう、はいはい、でそしたらなんか子供がほーみたいな、あいつバイバイしてきたみたいな、一回お母さんとお父さんのとこグッて見て、もう一回見て確認して俺がバイバイしたらほーみたいな顔結構されるけどね。なんかこの、うん、ね、子供のなんかこのなんか性格がわかるよね、はいはい、なんかね、僕もなんかよりけりだもんね、出てきたから、うん、なんなら僕が先に食い気味でバイバイした、うん、同じタイミングぐらいバイバイしてくれたから、はいはいはい、なんかそうです、まあ、積極的というかね、うん、まあ、そんなのやりたい感じの、うん、こうなんだみたいなのが分かったんだけど、まあそうなんかいいなと思って、うん、はいはいはい、で思
返したら僕も小さい頃なんかそんなのやってるなみたいな。やりましたね、うん、僕なんかお家は結構もち、うん、僕小さい頃から、はいはい、大きいワンボックスのね、うんうん、ステップワゴンとか、はいはい、エスティマとか乗ってたんで、うん、この列が3列あったわけですよ、はいはいはい、運転席助手席で真ん中と一番後部座席があったんですけど、はいはいはい、で僕一番後ろに乗るのが好きで、うん、一番後ろのこの、うん、で進行方向を向かないで横を向くわけですよ、はいはい、あなるほど窓側を、ね、窓側向いて、はいはい、で窓側向いて、うん、で壁体ごと体ごとあなるほどねでそこに、はいまあ、足は下に下ろさないで、うん、あのシートにシートにあぐらで書いて座って、うんはいはい、そしたらあのガラスがあるじゃないですか、うん、窓、うんうん、あってで下にこの壁側の方に、うん、このなんだろうジュース、はいはいはい、置くとドリンクホルダーだったりとか、うん、なんかあの時は芳香剤入れかなタバコの吸い殻とか入れれるようなところもあの時の車両はあったわけで僕なんかそこにこの芳香剤とか入れてたんですけども、はいはいはいうん、なんかとかなんかこの、何スピーカー音が流れるようにこの網目状になってたりするんですけど、うんうんはいはい、後ろ側のねそうそう、うん、っていうこのあれが、はい、あのなんだろうあの操作室あなるほどね操縦室みたいな操縦室みたいな、はいはいはい、コックピット的なコックピットフィット感がすごくて、はいはいはい、ありますね子供の頃っていうの。だから俺はそこ、うん、それでずっと、はい、この外を同じ車線で走ってる車が来たら、うん、敵が来たって言って、うん、このガラスに向かって、うん、このガラス越しに車を、はいはい、ガラスダダ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 ダ何この L 字になってるから、はいはいはい、そのこの背もたれのところもピピピピピピピってやって、うんはいはいはい、でこの頭置くところあれ上下するじゃないですか、うん、あれでこうなんかプシュプシュみたいなのはいなんか空気を送る空気を送ってはいはいダダ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 ダってやってたのを考えたら、うんうん、でもそれ今でもねずっとやってるもんね、うん、そうですね、うん、今続けた25年目に、うん、やらんだろやらんだろや今はもう今ちゃんと操縦してるわ今はちゃんとやってるだだだだってでも助手席が好きだなあ後ろがやっぱり今乗っても後ろじゃないやし助手席助手席じゃんそう間違えてあ後ろが好きあなるほどね助手席もなんかこの、うん、なんだろうなんか嫌なんだよなあま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 あ確かに、うん、でも俺もう最近さ、うん、免許取ってからはもう自分が運転する機会しかなくてそうよねそうそうでまあ乗るマネージャーさんとかに運転してもらって乗ったりもするけども、うん、なんか久しぶりに家の後ろの車にこのお盆の時に乗ったんですよ、うん、なんかあなんかフラッシュバックしますね懐かしいなっていう感じそう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 、ね、子供の頃のみたいな、うんうん、でも確かに後ろいいよね俺めっちゃ安心できるよね、うん、なんかで音も結構運転うまくてからさ、はいはいはい、この止まる時もこのガクンって止まるんじゃなくて何回かに分けてやってこうスーって止まるっていうのを教わってあこの運転の難しさとかも分かったらもうすごい乗り心地よかったんだなと思って小さい頃から夜も泣き出してドライブ行きたいって言って泣き止んで寝るまでこうドライブしたりとか、だからこの車のこの揺らぎが好きというかね、はあ、後ろに乗ってる時のね、はあはあ、あれがもうたまらないんだよな俺車で、ね、寝るんだよなで俺の夢は俺の夢は、うんまあ、助手席なり、まあ、どこか席、うん、俺運転しないで助手席なり乗って、うん、あのお酒を飲むでドライブする、うん、それが夢だったんだけど、うん22歳の時に叶いました叶えたんでしょ後輩に運転させて叶いましたんでねいやいいっすよね確かに最高だな、うん、車ね車はもう俺ドライブが結構好きであ運転するのもまあまあまあ好きなんだけど、はいはいはい、やっぱ眠たくなっちゃうよな、ね、運転はきついな、うん、俺あんまり運転は好きじゃないなギア車とかはギアで取ったいやいやむずいむずいギアで取れんかったむずくてギアは面白いやってたら、うん、俺だってギアで取ろうと思って、うん、あの一回やったけどもむずすぎて AT に変えたもんあギャーって言ったんだもんおーなお心の中ではなあ心の中ではそうそうそうあ漏れなかった漏れはしなかったなあすごいいいイヤホン使ってんだじゃあ漏れなかったってことはいや耳から発しないだギアいいですけどね坂道発進とかね、まあ、大変だけどね、うん、だから操作がいろいろめんどくさいですけど、うん、車そんな皆さんの車のエピソードなんかもお待ちしておりますのではいなんか
送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあじゃあここら辺で曲いきましょうかね。はい、曲今日はタイガーのセレクション、CD 持ち込みで CD 持ち込みで、うん、僕の弟がですね、はいはい、曲出しまして、いや出せない出せない出せないわ、僕の弟中学校、あ小学校生ですよ、小6の弟が、小6の弟が好きで、うん、このフィッシャーズ、ああ、はいはい、YouTuber の YouTuber、うん、最近 YouTuber がもういろんな YouTuber が最近曲出しますよね、曲出して、うん、曲出せばいいみたいな、うん、もうそれこそ俺なんかも人に言えないけど、曲出せばもういいみたいなところに行っててまあまあそんなこの、はい、フィッシャーズのなんか曲の、うんアルバムが出たらしいので、はいはい、ダホとペケタンが、うん、なんかボーカルを務めてるんですね、はい、めっちゃ調べてるやつすごフィッシャーズの服とか着るわけ、うん、弟、あそうなんだ、こうなんかファンミーティングみたいなのが各地であって、うん、あのサメみたいなやつでしょ、うんうん、いやかっこいいわけ、なんかアルファベットで、黒い下地に白い文字でフィッシャーズって、うんはあはあ、学校に来てってから、うん、バカしないのかなって、うん、でもなんかもう本人はすごい、誕生日パーティーとかもなんかおめで、うん、誕生日おめでとうみたいな親が作るんだけど、うん、あの本当にあのシルクとかダホとかの顔写真とか、親すごいな、もうそうそう、めっちゃ好きだっけ、うん、もう家でずっと、最後のこの動画の締めにこのアデューって見る、ね、はいはい言いますね、そうそう、うん、あれを、うん、弟に言わさないっていう遊びを僕の妹がやってます、うん、どんな遊びだじゃあ続き曲いきますか、曲いきましょうか、はい、聞いていただきたいと思います、はい、フィッシャーズで虹、うん、はい、フィッシャーズね、すごいな、結構クリアに聞こえますね、思ってたより、あー骨伝導、うん、でも周りの音もちゃんと聞こえる、そうそう周りの音が結構聞こえるからいいな、いやギア車欲しいギア車欲しいですね、免許どうです AT ですか MT ですか、免許僕は僕は MT で取りましたね、でもめっちゃ断念しましたよ、なんか断念しそうになりましたよ、で1週間2週間とかもっと行かなかったかな、行かない日が続いて、まあ、じゃああの久々に泣く泣く行こうかって言ってたまたま当たった教官の人がこの僕がギアに怯えてるのを見て一回変われっつって僕とその助手席教官運転席変わってバンってなって、あのコース内をあのえげつないスピードでワンワン行くわけですよ、で、俺、見てみよ、俺ギア、クラッチ踏んでないだろ、俺これ出していけるわけよ、俺みたいな、こんな人許さない上半身許さないだから見てみよ、俺みたいな、ずっとこんな言われて、結果ここはもう集中しなくていいよと、最悪なんかあったら、まあ、あなんかやっぱり手順としてはあるけども、はいはいはい、ハンクラッチとか、あんなのはもう運転し始めたら乗ったことないからみたいなこと言われて、ね、このおっちゃんいいなってなって、はいはい、もうそっからそのおっちゃん指名でやってて、はい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 、どうにか取れるような、そういう人中にいるんですよ、ね、そういう人、そう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 、この一生懸命バックとかこうやって見ながらちゃんと両手でやろうとしたら、はい、違う、そんなんじゃ持てないよってシンプルの人に手に回してちゃんと、はい、片手運転意外とでもあれ片手運転の方がやりやすいですよね、いや、 やりやすいですよ、ちゃんと片手外して後ろまでグッと見てやった方がね、視野広がって耳かなって言われるんですよ、実はでもいいなと思うんですけどね、いや懐かしいな、女の教官が一番怖かったな、女性の教官、近々ちょっとバイクの免許を取りに行こうかなと思って、おいいなバイク欲しいな、大型、中型、中型かな、中型のギアを取ろうかな、はいはいはい、まあ、中型のギア取っちゃえばほぼ乗れるからね、ほぼ乗れますからね、大型は単純に高いしね、そうそう、結構やっぱ値段がするんだよな、大型はもう趣味になっちゃうんで、そうですよね、あそこまでになると僕はもうちょっと仮面ライダー見ちゃったんで、あ仮面ライダーのやっぱりバイク乗ってるの見るとかっこいいなと思うんですよね、はい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 、じゃあもう忍者とかか、うん、あ忍者、あそう忍者とか、いや僕は結構この、下にデンってなってるやつが、どっちかっていうとハーレーとかじゃないけど、あアメリカンのアメリカンな感じの方がいいの、だったら
じゃあ仮面ライダーからまたちょっと離れる。あ、でもいるいるです。あの、うん、いるあれとか。あ、まあいるけど、この忍者とか、うん、あのオフロードタイプのやつがやっぱイメージ強いけど、龍騎とか。あ、龍騎じゃない。龍騎もそうだし、うん、そうですし、オーズ響きもそう、うん。オーズのバイクがかっこよかったです。あー、なるほどね。アメリカンスタイルかっこいいよね、確かに、うん、運転はしづらそうだけど ね、そうそう、曲がり角とかが。オフロード系でクーガとかもかっこいいです。あ、クーガっていいっすね。シンプルな、ちょっと。しかもあれ販売してるし、はい、あ、そうなんですか。ホンダだったか、どっか多分。そうそうです。仮面ライダーのやつは基本的にホンダの車種、ホンダのあれだと思います。あれ改造じゃなくて本当にそのまま販売されましたから。へ、そうなんだ。そんなの聞くとちょっと欲しくなっちゃう。何百万とかするけど、VMAX はかっこいいですね、僕は。VMAX ね。忍者と同じぐらい自分、はやぶさも好きですね。はやぶさ、はやぶさって見たことない。はやぶさはどこだったかな、ホンダだったかな。あの、もう本当にレーシング用のフォルム。忍者に匹敵するぐらいのスピードのやつがあります。たまになんかもう本当に、あの、トランスフォーマーカーみたいなやつあるんですよ。はいはいはい、ガチガチになんかこの、はいはい、ハンドルのところもなんかガッツリあって、うん、ミラーもあの車みたいにガチャンってあって、はいはいはい、この トランクみたいなのが、うん、あるのにちゃんとギア車みたいなのとかさ、はいはい、あんなのとか、ね、だからもう本当に趣味のね、あれで乗ってはいると思うんだけど、なんかトラクターかってぐらいの太いタイヤつけてるバイクとかあるの、あんなの憧れるけど ね、 怖いけどね。相当一応面倒いんだろうなって思って、はい、はい。あれ？流れ星流れてるな。あ、いた！頭に当たっちゃった！キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ。FM ギノワン FEC チューンド金曜日、キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ生放送でお届けしております。はい。はい、ということでツイキャスもね、はい、いろいろね。メールも来てますか？メール来てますか？メールから紹介しましょうかね。いつも、はい、忘れちゃうんで、はい、最悪ですよね。メール募集しといて読まないっていうラジオ。未だかすないんじゃないでしょうか。お笑い愛するナータンさんから来ております。ありがとうございます。はい。こんばんは。先週のツイキャス延長戦で私の怖い映画がそのアナコンダの、はい、話をしてたじゃないですか、はいはい。あの映画は高校1年生の頃同じクラスだった男子からその映画のことを聞いたんです。そのお楽しみ会でクラス全員で見たんですが怖くて苦手ですと、うん、ホラー系は苦手ですと、うん、ホラー系またホラー系とはまたちょっとあれだけどな、うんうん、まあ、もう怖いしな、あれもね、うん、お二人は苦手なホラー映画がありますか、はい、と。ホラー映画でも基本的にちょっと怖い感じするけどな。そうですね。でホラー映画を見たことがない、本当に俺は。あれはチャッキーとかも、うん、ないないない。呪音とかもないし、リングとか貞子とかもないし。呪音は見た方がいいんじゃない？着信ありとかも。あー、見たことないな。まあ今は見れると思うけど、うん、本当に子供の頃はもうそんな怖いのは自ら飛び込みたくないっていう感じでしたね。見れん、ああの見ようっていうあれかわからん。だって俺なんかその高校、うん、那覇高校の学園祭の時に2人で、はい、その別のクラスのお化け屋敷入って、うん、はい、で2人ともめっちゃビビりすぎて、うん、もう終始ずっと大声でビビって、ね、外出て、うん、なんかめっちゃ怒られたよな。なんかうるさいみたいな、うん、いやそりゃそうだけどお化け屋敷うるさくないわけないだろ入って同級生からな、うん、キャーキャー言わすのが OK のやつだから、それが誇りじゃないわと思ったけどな、うん、うるさいって言われたらどうしようもないだろ怖い怖いっていうか、うん、もうだって足元も見えないぐらい真っ暗にして、そうそうそう、学園祭単純に暗かったよな。段ボールなんか作るじゃないですか、うんうん、でちょっと段差とかもあって、はいはい、もうなんだろうな、もう道しるべもないまま、うんうん、どこに進んでいいかもわからん、うん、あの本当にあれですよ、何ですか、あのお掃除ロボット、はいはい、ルンバみたいな、ルンバと一緒、壁に当たったら曲がるみたいな、はい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 、もうずっと繰り返してて、うんうん、壁から手とかなんとか出たら、うん、それだけずっと、うん、もうなるよな。怖い以外し、うん、痛いし、もう分かんないし、うん、いつ終わるかも分かんないしね、はいはい、でも出てきてからうるさいっていやいやうるさくなるようにあんたなんか作ってるんじゃないのと思ってね。じゃあ明るくせえってなるよな怖がらせないんだったら。確かに、ある意味怖いお化け屋敷みたいなのもいいけどね。なんかあ、入ってすごい明るいみたいな、はいはいはい、はい、あ、でも似てたのは、うん、この
あ、ありますね。ミラーワールド。あ、ミラーワールド。あ、はいはいはい。あの本物が出るって噂の。あ、なるほど。鏡だから。確かに。あ、合わせはあんまりよろしくないって言いますしね。うん、あ、合わせっていうのはあっちはどこになるんだ。あ、合わせて、合わせ鏡です。合わせ鏡。すいません。僕の発言が申し訳ない。あ、沖縄市でしたんで、すいません。マヤさんが、はい、私の運転するギア車はロデオみたいだと教官に言われました。ギアのね、あクラッチが合わないとき、ガガガガってなっちゃいますもんね。デッドンデッドンデッドンってなるんですよ、あれ。アクセル弱すぎた。あれちゃんと回転数上げないとはまんないんですよね。わかるわ。懐かしいな、ギア。久々に乗るとやっぱ面白かったりするんだよな。なるほど。で、まあ確かに乗れたら楽しいかもね。そうなんですよね。うん。シュプリームさんが、はい、教習所で毎回ホイールスピンさせてたのは僕ですと。おお、ホイールスピンってだってもう相当でしょ、かいね、キュー怒られるんじゃない、ね、そんなことさせない方がいいんじゃない、うん、まあまあでも時代も時代なのか、うん、確かにな、うん、マヤさん、森光さんはリアル怖い話持っていそうですね。あ、リアル、森光のリアル怖い話多分本当にリアル怖いよ。オチがないからな、リアルだから、うん、昨日も平成一期で翔吾さんのすごい怖い話を聞いて、はいはい、まあ、簡単に言うと、うん、なんかこのお姉ちゃんと一緒に住んでたと、はいはいはい、でお姉ちゃんの旦那さんとかもよく来るんだけど、うん、はいはい、お姉ちゃんの旦那さんがその家で夢でよく小さい男の子を見ると、うん、で小さい男の子を見てすごいニコニコ笑いかけてると、うんうん、で話しかけるんだけど、どうしたのって話しかけるんだけど、最初何も返答がないと、はいはいはい、でなんかこれが何回もあったらしくて、うんうん、で何かこう話しかけたら、うん、あ、どうしたのってやったら、いつの日かなんかあの来たら分かるよみたいな、うん、男の子が言ったらしくて、怖、うんうん、でそしたらなんかこ の、 そのアパートでお姉ちゃんたちこの犬を飼ってたって、はいはいはい、でアパートがこの犬飼っちゃダメなアパートで、それ大家さんにバレて、うん、まあ、出ていかないといけなくなったと、うんうん、でちょっとまた同じ近場のところにこの引っ越しして、はいはい、しばらくしたら、うん、あのこのそのお姉ちゃんの旦那さんのお母さんが言った、うんうんうん、 で、はい、でその呼ばれたと、うん、来なさいあんたたち、うんうん、呼ばれて何って言ったら、うん、あ、なんか最近なんか見なかったねと、うんうん、夢かなんか見なかったねって言って、うんうん、男の子、うん、あ、よく見るよ、うんうん、なんて言ってた、うん、来たら分かるよ、うん、あ、やっぱりね、うん、あんたなんか今の家にいるよって言われた、だから来たら分かるよって言うの、家に怖っ、そうそう、でも俺のお母さんも似たような体験あって、うん、そのいつも夢でこのベランダに知らないおばあちゃんがニコニコして手振ってるみたいな、うん、怖い怖い、もうおばあちゃんですよ、そうそうそう、でいつもいるけど、うん、で出ないってお母さん、うん、でいつもなんか毎回夢で見てずっと手振ってるって、うん、で一応出なかったけど、うん、あの時出てたらだからどうなってたかなみたいな、怖い怖い怖い、結構僕のお母さんがそういうなんか夢とかあれが結構あるんですね、金縛りあったりとか、はいはいはい、今は最近はないですけど、怖いな、うん、怖いよな、俺だから大人になって、うん、だから子供だと興味本位でやっぱ見てたくなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、そういうなんか不思議な世界のね、ああああお話とか聞きたくなるけど、もう大人になってから、うん、ああ行かないね、ね、よっぽどのことじゃない限り、うんうん、そうそうそう、なんか僕の知り合いが、うん、その幽霊相当だな、特殊な、なんかこの妹が家に高校この妹が家に帰ってきて、制服も高校生の妹らしくて、はい、で制服も着てたらしくて、うん、はい、で、あ、妹帰ってきたなと思って、うん、そしたら数時間後に妹が帰ってきたらしいです。だからこの生き霊、魂がこう出てて、魂はなんか家に戻ってくるらしいんですよ、その生活を魂もしてしまうみたいな、はいはいはい、みたいな話聞いてて、で僕もちっちゃい頃になんかこの物置みたいな部屋バッて開けたら、こう自分と同じぐらいの少年のなんかこの残像みたいなのがシュッて消えたことがあったんですよ、うん、でその同時期ぐらいに僕が自分の部屋で遊んでたら、この玄関の方でお姉ちゃんが俺玄関にいたって言ってたんですよ、で、あ、もしかしたらじゃあ俺もその時生き霊だったのかもねって言われて、その話したらかもねって、うん、かもねおかしごてんやし生き霊かもねあるらしいですね、そういうのも、
生きるような、うん、生きてるけど魂がこう、はいはい、魂を落として落として、うん、あるかもな、うん、そんなの僕はなんかあんまりだから見えないし、はいはいはい、そんなに感じない人なんだけどね、うんうん、正夢とかめっちゃ見る。あーでもそれも多分一種のなんかあるよね、あのだからそのユタとか、うん、そういったなんか力ある人とかって、うん、ビジョンが見えるらしいんですよ、うん、もうバッチシで、うんうん、だからそれはあると思うよ、うん、あると思います出してくんなそういうやつ。じゃあバッチだわけよ、なんかもうだからデジャブとも違うわけでしょ。なんかなんだろうな、うん、2つの薄い絵をこうパチンって合わせたらもう100合う時からなんか100合うみたいなイメージはね、なんかこう薄い色と薄い色を合わせてパチンってこのシーンってなるわけよ、もう頭の中で。おお見たことあるって言うけど、大丈夫かお前ってなるからその時はね。まあまあまあね、だから全然知らん人とかとやっぱあの時話してるわけさ、本当に3、4年後とかの夢を見ちゃうから。でも俺もあるそれはね、たまに、本当にたまにだけど、今日ね、うんうん、普通に見間違いかもしれないけど、うん、朝バイト行くときに、はい、その58号線沿い走ってて、うん、ちなみに58号線って言わないらしい。あ、そうなんだ。58号って言う。あ、58号だな。ごめんね、話遮ったまでなんか言葉として58号だし、県道は58、なんとか335線って言ってらしいんだけど、はい、じゃあ58でもいいの。58は OK。 58走ってたとき、ね、朝ね、うん、朝58走ってたときに、那覇港のあの港の近くの、はいはい、まあ、ちょっと一歩手前ぐらい、はい、あのアジャからね向かって一歩手前ぐらいのところで、うん、なんかこの道を渡ってるこのし 青と白、うん、青と白系のなんかなんていうの、ゴスロリではないけど、なんか昔のお嬢様みたいなふわふわした感じのやつと、ふわふわしたこの青と白の傘を渡ってる人が一瞬だけふわって見えたわけよ。おおと思って、これは見間違いなのか、なんか 薄くさーってこの渡ってる、でもいないわけよ。めっちゃなんかあなんか見えたのか、それともまあ単純になんか標識とかもあるから、それでなんか目移りしただけかもしれないし、横のねちょっとだけ見えるか、排気ガスかだよな。隣大きいトラックとか走ってるから、走ってでーみたいな。そこも歩道もないところなんだけどね、十字路のところで。沖縄は特に多いですけどね。だけどなんか、うん、それが例だとしたら、うん、めっちゃなんかゴスゴスの お嬢様だなと。いやそんな例もいるでしょ、うん、いややめましょう、はい、こういう話は。奈々さんが怖い話とかも聞かないですよ、はい、まあね、うん、あ、コウタさんもこんばんはって来ております。こんばんは、ね、なんかじゃあ別の話しますか。そうですね、別の話しましょう。今後の沖縄の未来についてでも語りましょうか。確かに今から県知事選始まるけど、や、ね、大事な選挙でもこんなのはやめとこう。事実上の一騎打ち、事実上の一騎打ち、デニーさんと、デニーさんと、はい、あの佐喜眞さんね、はい、なんかで一騎打ちらしいですけど、はい、どっちも関係あることそうですよそうですよね、宜野湾ですしね、うん、まあ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 、そのまあ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 大事な大事な話はまあ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 ライブの告知お知らせしときましょうかね。そうですね、9月はいつかな、はい、こっちが1でしょ、1、うん、8、15日、9月15日、はい、第3土曜日ですね、になっております、はい、なんか FEC のお笑いライブ、お笑い劇場がございます、うん、場所が、国際通り沿いにあります天仏館、はい、4階天仏ホールにてなっております。はい、時間がね、18時半会場、うん、19時夜の7時開演になっております、はい。まあ、前芸人のね新しいネタ、またこの作り変えたネタだったりも見れますし、今回はこう企画としていつはショータイムということで、うん、はい、なんかこういろんな芸人の、モノマネを披露する、はい、企画もご用意しております、うん、なのでね、まあ、ちょっといつもよりもちょっとなんか皆さんの、ね、違った一面が、はい、見れるライブになっていると思いますので、はいはい、お時間ある方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。9月はあれだな、一日が土曜日になるから、はいはい、あれだ、少しお笑い劇場をやる週日が近いのか。そうですね、15日は全体的に、うん、でそしてまたこの9月の23でしたっけ、23、
23日になるのかな、24だ、すいません、9月24日はまたなんか、はい、手だこ演劇祭みたいな、あーそうですね、はい、沖縄 の、 このチームスポットジャンブルさん、うん、そして、うん、劇団オゼさん、うん、そして僕なんかの、FEC の、はい、3団体 の、 このライブが9月の22、23、24と、うん、この日にち分けてなんか見れるようなこの演劇祭がまたあるみたいですので、はい、まあ、この詳しい情報もまた僕なんかFEC のホームページ調べてもらえればと思います。お願いします。各事務所の、ね、こう演劇だったりとか、はい、舞台が見れて、僕たち FEC はこのお笑い米軍基地という舞台を、はい、で久々のなんとなんか喜劇をやるみたいで、お最近、ね、最近 4,5 年ぐらいはずっとここ 4,5 年はずっとコントだけお届けしたんですけども、うんうん、この特別編は喜劇もやるのかな、はい、のでまたちょっとおそらく4時間ぐらい、 いでもまだ稽古始まってないですけど、そうそうそう、めちゃめちゃ面白いと思います。うん、そうそう、うん、すごい面白いで、なんか内容もねちょっと、いろいろ、本当に楽しくなっておりますので、はい、あ、そうだ、そうです、そうですね、スプリームさんありがとうございます、うん、ます前頭エイサージャック千葉利用と水津によろしく言っといてということで来ておりますけど、はい、明日明後日のお話ですね、はい、9月2日、9月2日日曜日、はい、前頭エイサー祭りが、はい、明日明後日であるんでしたっけ、前頭エイサー祭りは明日明後日で、ありまして、でその2日9月2日にですね、FM 講座さん、はい、FM 木野村さん姉妹局 FM 講座さんにて、この前頭エイサージャックしましたよ、ジャックしますよ、ジャックしますよスペシャル、スペシャルということで、はい、なんとその番組、うん、5時間番組らしいですね、うん、午後の4時から9時まで、はい、誰がやるんでしょうか。いや俺なんか5時間も誰がやるんでしょうか。MC きんぴらごぼうと、マシのみすず、カラーズの、ね、はい、あのモデルさんやっております、マシのみすずちゃんが、うん、いやもうみすずちゃんはだってもう、はい、すごい売れっ子だから今、確かにね、 CM もやってますし、テレビにも出てるし、 OTV ウィンウィンのコーナーもやってますし、はいはい、うん、この雑誌だったりいろんな撮影もあるし、はいはい、もう多分ずっと働いてるんじゃないかな、アホみたいに働いてるよこいつ、アホかもしれんな、アホだと思いますけどね。そうそう、はい、で同い年なんですよ。そうなんですよね、また、うん、同い年 で、はい、僕たちとでまたレポーターでデコボコトラベリング、僕なんかの後輩の、はい、トラベリングも会場レポートで、でまた MC もやるのかな、うん、この時間帯によっては、はい、いろいろまたみんなでね、その会場を盛り上げていこうと思いますので、うん、会場がなんか若干このエイサーをやるところとはちょっとまた離れてるらしいですね。出店とか、出店とかいろんな商業、はい、ブースのあるところの一角で、はい、やりますので、もう前頭エイサーって言ったらもうたくさんの本当に人が来る、うん、確かにな、俺も初めて行くから前頭エイサー自体、そうよね、うん、僕も初めて行くな、多分人酔いすると思いますので、多分俺ずっとってやるラジオ向いてんな、祭りも好きだけどね、はいはいはい、人混みもね、ある程度好きなんですけども、はい、すごい多いよですよね、すごい多い、俺すごい多いってイメージがあるから、うん、これブースにも人入り込んでる可能性もあるってわけでしょ。ああもう全然、うん、俺なんか俺、うん、森光と俺の間にも全然知らん中が立ってたりするぐらいデジやだいっぱいいるっていうことですので、酔っ払いも多いから、酔っ払いも多いってますし、あ、ね、あ確かに、はい、まあお祭りですからね、うん、だからせっかくなんでね、うん、まあ、いろんなゲストさんだったり、うん、もう呼びなんか呼びますし、はいはいはい、たくさんコーナー企画も用意しています、うん、はい、でなんかリスナープレゼントとかもあるみたいですので、はいはい、ぜひとも、会場にいる人も、うん、でちょっと来れないよっていう人も、はい、ぜひとも FM 講座生放送やってますので、うん、その日はチャンネル合わせて聞いていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、お願いします。楽しみだな、楽しみですね、俺8時半から話そうね、俺もなんでよ最後のまあ30分ないぐらい、4時間半黙ってんの、その方がきついよ、だって4時間半黙って絶対うずうずするから、ね、いや大丈夫、俺一人で全つむつむしとくから、やめよブースに来んなじゃん、もうフィーバーって音だけ聞こえるかもしれないので楽しみだね、なんかその場所場所の で、僕たちもレポートするみたいな、はいはいはい、あるじゃないですか、うんうんうん、レポートというか、まあなんかこのコーナーでね、コーナーでやったりするって、うん、でお店も行ってね、はい、俺あわよくばお店の人からちょっと食べ物もらおうかな、はい、おでももう俺もらうのはもう天下一品だから、確かにな、タイガはもらえるからな、うん、俺だってもう、うん、だってもらえないなと思っても一応聞くでしょ、うん、聞く全然聞くいやそれは本当すごいと思う、うん、でも、うん、お店の人たちは
まあ優しいしね、優しいし、うん、PR もお願いしますってことでいろいろこう、うん、あのくれますので、その分俺なんかはもう利益につながるね、そうそう、この、ちょっと宣伝するから、ね、ウィン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 な関係、ね、この周りの人に無理やりカツアゲみたいな感じで買えよお前そんなもしないけど、そんなもヨーガリ二人でな絶対でも祭りで食う食べ物美味しくないやつないって、いや美味しいね、絶対うまいから、俺トウモロコシは食いたいね、トウモロコシ、もっとうまいのあるよ、トウモロコシも美味しいよ、各国で出してる美味しいけど、多分もっとうまいのある、あーなるほどね、各企業さんが出してる、はい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 、これはうまいですよっていうのは絶対あるから、あ確かに、それはステーキ多いよ、わあ来た、なるほどね、来たな、あそしたらコーン食べたらいいさ、いや待って待って、付属のコーンを食べたら、ね、ステーキ行ったらステーキ食うよ、それステーキがついてる、あの人参とかと、あれめんどくさいやつだろ食うの、コーンもうまいっすねって言って、コーン担当コーン担当の森光くん味どうですかって聞くんで俺肉食うから、あブロッコリー、あキャンさん、キャンさん、キャンさんも当日いるんですか、いやブロッコリーは一番いいんだ、あ運転手かい運転手かい、キャンさんもあまあまあ一緒にまた、はい、みんなで盛り上げていければなと思いますので、うん、はい、そして合わせてお楽しみください、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、以上きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王様ラジオでした、来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ星に変わっておしおきよアデュー、やめれいやありがとうございま す, あます、あスプリムさん、おつぴら様でした、おつぴら様、ね、おつぴら様いいね、おおいいワードです、ね、いいワードだこれ、結構スプリムさんにしてはすごいインパクトのあるワードだった、すごいな、おつぴら様でした、レンチさんずっとありがとうございます、ありがたいな、すいません、明日朝遅いんだすな早いよ、早い早いですよでもあのあれスイーツ屋さんやってるんですよ、そう、なんかパティシエらしいですよね、パティシエやってるから絶対早いんですよ、うん、いやすごいな、すごいな、いかんとお店だ、タイガとか絶対好きでしょ、そういうスイーツとか、お菓子好きだから、なんかおすすめのやつを教えてほしいね、はいはい、なんかあるじゃないですか、うん、スイーツ屋さんにこれは、あなるほど、ね、これはなんか当店が一番いいですよみたいな、あれこれ当店だけですみたいなのがある感じだから、うん、なんかこんなの好きな人にはこれが好きみたいなのあるじゃないですか、絶対詳しいと思う、まあ、この当店おすすめとか大体まあ王道というか、はいはいはい、ありますけどね、はいはいはい、なんかこのお歳暮だったりとか、うん、誰かの、お家持っていくんだったらこういったのがいいですよみたいなのがあると思う、うん、プリムさんが、パティシエなの、うん、看板娘だと思ってた、いやもうだから看板娘兼パティシエじゃないですか、すごいな、うん、パティシエって手先も器用で、多分ちょっとやっぱり芸術的な感覚も持ち合わせてないと難しいと思います、あまあそういう味覚、味覚的な、味覚もね、三角もありますし、ね、うん、おおお味覚、三角、味覚も出せ味覚も入れてあげたもう味覚と三角もこう、なんかちょっと同じに感じる、なんかあれそうだったマヤさんが早速、おつぴら様でしたと、ありがとうございます、定型登録しておきます、あ、ありがたい、ね、おつぴら様いいな、うん、これ忘れるからみんなちょっと、ね、送ってよ、俺なんかもう忘れますから、来週からひろきさんもね、コメント、またみんなで特番したいですねと、いやー確かにね、うん、俺なんかだって入ってほんと 2,3 ヶ月ぐらいでやったもんね、すごいですね、うん、多分おかしいかなと思っていや、ありがたかった、あれもうめっちゃ楽しかったな、楽しかったな、死になんかみんなでワイワイしながらやったと思います、そうそう、あの時も俺なんか MC もしながらも、うん、レポーターもさせてもらって、レポーターもあってね、うん、へー楽しかった、大変そう、楽しかったな、でもあの時は3時間あの時は3時間ぐらいですね、そんなに交代交代しながらっていう感じで、はい、やりましょうやりましょう、僕なんかやりまでよければやりますんで、はい、ゆみやさん、またなんかあったら、またあったらっていうか、うん、まあこの後も、まあ、9月2日ありますので、家とかでだったらどうするひろきさんの、ひろきさんの家とかでよければ全然やるけど、ひろきさんのこのリビングにあのこの宅とか組んで、宅とかあってから台所のあ、宅俺持ってるから腰みたいな、あーすごいすごい、じゃあいやー全部スポンサーも揃っちゃうんかい、ひろきさん、ひろきさん全部 CM もひろきさんのなんかお知らせがあのさっきのあの山内さんにあこれ使ってくださいと思ってたテーブル、あれ俺のだからあ昨日見せてもらったやつです、あの LED テープが貼ってあーはぁーそうおつぴらさん、できるね、できるね、ひろきさんお待ちしておりますよ、多分10万か15万ぐらいあれば多分もっと、趣味近所迷惑い
いいな、楽しみだな。他の人たちとも話すのもいいかもな。このそうですね、ミスズとも話すのもいいですし、うん、タイミングあったらじゃあちょっと行きますか、レイジさんの番組もね。8時9時でやってますよね、読んでいただけるんだったらね。うん、行く行く。俺なんかもギリ入れるもんね、前の。ああ、全然全然行けますから、うん、楽しみだな。はいはいはい。で、多分あと10年ぐらい呼ばれないこんなやつらには誰が呼ぶかと。あー、もうすぐ終わります。あー、もうすぐ終わりです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来週おやすみ。日曜日フィッシャーズか。フィッシャーズやっぱ人気なんだな。人気人気。まあだってわかる、水たまりボンドのさ、うん、あのドラマ、トミープロデュースのやつで、うん、草薙さんとかベッキーとか、とかとね、共演してるらしいけど、内容はそんなにだったけど、うん、知らないけど、もうすごいなと思って、あの自分たちでやるの、すげえ、自分たちでやったのであそこまでいけるって相当だよね。それを企画